ロイヤルホールディングス、テンコーポレーション株式会社テンコーポレーションは、かつて存在した関東地方を中心に展開する、天丼、天ぷらのレストランチェーン、天屋を経営する外食事業者である。1989年4月20日、会社設立。創業以来、丸紅の主要グループ企業であったが、2005年7月、外食大手のロイヤルホールディングスが、丸紅から株式を取得して、筆頭株主となり、2006年6月からロイヤルホールディングスの連結子会社である。商品原価率のかさむ天ぷらをファーストフードとして多くの店で均質かつ低価格、手早く提供している。テーブルサービスは店員が調理担当と給仕役に分担されているためフルサービスであるが、牛丼チェーン店のようなカウンター席主体の店舗が多い。2021年1月1日、ロイヤルホストがテンコーポレーションを吸収合併し解散した。ロイヤルホストはロイヤルフードサービス株式会社に称号変更した。北千住西口店2019年11月現在、天屋の3級天丼、エビ、イカ、レンコン、オクラ、カボチャ、コンベア式フライヤーを採用し、油温管理及び揚げ作業経験などの有無に、関わらず均質かつ迅速な供食と人件費低減を成し得ている。天ぷら粉は日清製粉グループと共同開発したものを使用し、天ぷら油は日清オイリオグループに特注した植物油を使用している。天ぷらの具材は一品に限り注文時に頼めば変更可能。店舗による。天屋に関するカテゴリー。ありがとうございます。